結構高い。高っ。マジで高い。めちゃくちゃ高い。めちゃくちゃ高いです。日本の倍だよね。高いよね、そう考えると。だって日本こんにちは、クレイジーハネムーンのリキヤです。僕たちはですね、今新婚旅行で世界一周中なんですけども、今ね、このカーボベルデというね、アフリカの島国で足止めをね、させられちゃっています。飛行機がね、なくて、今ここの国に来てもう6ヶ月目か。相当長い間こちらの国をね、動画で紹介してきたんですけども、もうね、ずっとね、同じ国ばっか紹介してるんで、ちょっと飽きられちゃってるかなとかっていうふうに思ってたんですけども、結構ね、真逆で、逆にこのカーボベルデというね、聞き慣れない国をずっと紹介してきたことで、いろんな方がね、カーボベルデという国を知ってくれて、ですごく興味を持ってくれたっていうふうに連絡がよく来ます。で、本当にこのカップルのおかげでめちゃくちゃ行きたい国になったと。とか、あとはそのコロナが終わったら絶対に行くと決めたみたいなことをめっちゃよく言われるんですよ。YouTube のコメントでもそうですし、 Twitter とか Instagram でも本当にしょっちゅう毎日のようにそういったねコメントを聞くんで、すごくね嬉しいんで、この国のことをねもっと詳しくねいろいろ伝えたいなと思います。で、まず第一弾として、物価ってやっぱりね、旅するときにすごく重要なねファクターだと思うんで、物価について細かくねお話ししていきたいなと思います。で、ね、過去にもね軽くスーパーだったりとか商店で商品の、ね、値段とかを伝えたことあるんですけども、今回はがっつり本当に一つ一ついろんなものを皆さんに紹介していけたらなと思いますんで、今から行ってこようと思います。どうした、カメラ重い。ということで、今からカーボベルデのリアルな物価を皆さんに伝えるために近くの、ね、商店の方に行ってこようと思います。行ってきます。はい、ではスーパーにやってきました。で、ね、ここよく来るスーパーなんですけど、何でも売ってて、まずここすぐ近く目の前にあるパスタ麺、スパゲッティの麺コーナー、まあ、こういうのだったりいろいろ種類があるんですけど、これ日本でもよくあるタイプの 500g、 これね、これが 170エスクードなので、日本円でだいたい190円ぐらい。500って言った、ラーメン、これまあだいたい1食分なんだけど、日本の1食分より気持ち少なめだよね。そうだね。これも60円ぐらい、クオリティは日本のやつの半分ぐらいか。うん、うん、そう、味はね、もちろん日本の方が美味しいけど、なんて言えばいいんだろうね。で、次はね、オリーブオイル540エスクードなので600円ちょうど。うん、そうか。どこから入れましたか。これはポルトガル、750ミリリットルで600円。よくあるホールのトマト缶、これ一つ150エスクード170円ぐらい、日本円で。高いよね、そう考えると。だって日本で100円ぐらいで買えるもんね。100円、カルディで100円でイタリアで使える。お菓子類とかすごい高くて、よくあるこういうタイプのクッキー、これが150エスクードなので日本円で170円ぐらい。オレオは420エスクード、美味しそうだけど460円ぐらい。これも、192グラムで345エスクード。こちらがまあ見たことないような、これとかも、まあ、グラムはちょっとわかんないけども195エスクードだから220円ぐらい。はい、じゃあ次が牛乳1リットル115エスクードなので120〜130円ぐらい、うん、これは安いね。うん、これはまあ意外と普通だね。やっぱ必需品は安いんだろうな。こういうのは多分政府が補助したりして安くしてくれてるんだ。うん、ポルトガルって書いてヨーグルト。あとはヨーグルトも高くて、同じ乳製品でもね。そう、これ最近私たちが好きでたまに買うんですけど、このヨーグルト4パック入り240エスクードなので260円ぐらい、260、70円ぐらい。これも10パック入り、スティックのやつだね、うん、よくあるやつ。そうで、10パック入りで220エスクードこれは240ぐらい、うん、高くない？10パックしか入ってないね、うん、まあどうだろう、日本でこういうの買ったことないけど、でも100均とかで売ってるか、こういうの。うん、そうだね、10パックぐらい入ってて、うん、いや倍ぐらいだ、日本の。で、お水は5リットルでだいたい250エスクードなので日本円で280円ぐらいか、うん、
な。まあ日本よりちょっと安いぐらいか。うんうん。お水とかはやっぱいいね。水道水とか飲めないから。ポテトチップス 130g で290Sクード、なので320円。はい、じゃあ次トイレットペーパー、これ12ロール入り日本円で420円ぐらいとか。ゲロ高い、ね、みんなどうやってお尻拭いてんだろうね。はい、じゃあ次はみんな大好きビール。このビールはよくは350ml の缶で、これはカーボベルデで作ってるビールかな。これがね1回 120S クードなので、だいたいまあ日本円で130円ぐらい。まあそんな変わんないよね、うん、味も普通に美味しい。うまいね、うん。ハイネケンとかもあるんですけど、そういうやっぱり輸入ものは全部こういうやつの倍ぐらいの値段で売ってます。だからみんなさ何飲んでるかっていうのを見て、この人金持ちだろうなみたいな結構ねカーボベルデ人ねワインが好きなんですよ。なんでワインの品揃えがめちゃくちゃあるという感じです。ただワインもほとんどが輸入で、それ以外もあの隣の島のフォゴ島ってとこだけでしかワインを作ってないみたいなんで、そこから持ってきてる。ほとんどがポルトガル産です。で値段で言うと、まあ、安くて800ぐらいかな、800円作ったんで、まあ、900円ぐらいから、高くて1500ぐらいなんで、まあ、1700円ぐらい。ほとんどがポルトガル産なんだけど、時々ねカーボベルデ産があるんですよ。ここにはないんだけど、ね、チャっていうねカーボベルデのワインは1100ぐらいかな。だから結構高い、あの輸入物の方が安いかな。そうやっぱり多分需要と供給の問題だと思うんだけど、で、まあ、こういうねよくある大学生が好きそうなね、こういうワインが、これが350ぐらいか。大体僕らはあの料理酒として使ったりしてるんだけど、まあ、ローカルの人はほとんどこれを飲んでいますと。でリキュールなんですけど、リキュールは多分全部輸入かな。あのグロックっていうラム酒以外は全部輸入です。でそのグロックこの店にないんだけど、グロックが1本 750S クードなんで850円ぐらいです。で量は 750ml で、あとはウイスキーとかほとんどこの辺は全部輸入なのでめっちゃ高くて、例えば日本にあるもので言ったら、あここにはねえな、まあ、デュアーズとかあるか、はい、デュアーズのホワイトレーベルで 2480S クードなんで2700円ぐらいです、ね、めちゃくちゃ高い。これとかね、あのボンベイっていうジン、ジンが 2200S クードなんで、2400円、2500円ぐらいか。タイムさん大好きテキーラやばいよこれ、クエルボシルバー日本だったら多分1000円ちょっとぐらいかな、4150円です。やばい、マジで高い。なんで安くお酒を飲むんであれば、やっぱりローカル の, あのグロックっていうリキュールと、まあ、ソーダで割ったりとかしたりとか、あとはもう本当に安いまずいワインを飲むかみたいな感じになってます。お酒結構高い、ビールはまあ普通だけど、そのハードリキュール系はめちゃくちゃ高いです。みんな知ってるロレアル、これはコンディショナーなんだけど、これシャンプーもコンディショナーもどっちも1つ 1230S クードなので、1本日本円で1400円ぐらいかな。そう高っ、日本の倍だよね、うん、もうね。ローカルのものがそもそもないからね。うんうん。はい、じゃあ買い物が終わって、お店の外にねテーブルと椅子がたくさんあるんですけど、そこであのこのお店で買った、まあ、お酒だったり、あのおつまみ、あのハムとかチーズとかもここで食べれます。でハムとかチーズに関しては綺麗にお皿の上に並べて切った状態のものをお店の人が出してくれるっていう風に、軽いなんかまあレストランではないけどもね、格打ち的な、ね、格打ち的な感じで楽しめます。こちらがこのスーパーマーケットのオーナーさんです。こんにちは、はい、日本に来たことがあるんだよね、うん、そうで、すごい日本語も、ね、何個か結構喋ってくれて、 He speak Japanese、yeah. そうで Some words You know better than me で今日ねたまたまこのお店であの遭遇あってお話とかをしてお酒ごちそうしてくれたりとか、チーズ好きかって言われて今こちらのチーズを持ってきていただきました。これがね隣の島のボアビスタっていう島で作ってるチーズらしくて、こんなに大量にで今からお酒も、おー、グロググロググログ from サンニコラサンニコラサンニコラあサンニコラ、うん、それもサンニコラもカボベルデの一つの島、うん、混ぜるんだね、楽しいね最高だね、今日来てよかった間違いない。乾杯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 、うん、あ、うまっ、まろやか、え、
飲みやすい。全然違う。美味しい。トータルディフェレンス。いやいやいや。スムース。あ、うん、not feel strong for alcohol。ね、肉。あ、looks like a tofu。肉豆腐。肉豆腐。でも淡白な感じ。臭くもないし、癖が。うん。あ、うまい。ね、美味しいね。いくら。オトロ。オトロ。うなぎ、うなぎ、うなぎ。Yes, yes, yes. ウニ、うなぎ、ナンバーワン。うなぎ、ナンバーワン。Yeah. うなぎ。